秋月リスコくんか。元はジムで入った子なのだが、君も私と同様、彼女の中に輝きを見出したようだね。では正式に彼女のプロデュースを頼むとしよう。早速今週から活動を開始してくれたまえ。不満じゃないですけど、私に構う暇があったら他の子を優先してほしいっていうか、そもそも私がトップアイドルになれるって本気で思ってます？それはまあ現実問題としていろいろあるじゃないですか。痛いところをつきますね。もちろん私だってなりたいとは思ってますけど。はあ、お眼鏡にかなったと。その眼鏡曇ってないといいですけど。そうですよね。未来がどうなるかなんて誰にも見通せないんだし。わかりました。もともと人手不足で始めたアイドル家業でしたけど、そこまで言うなら私も覚悟を決めます。トップアイドル目指して頑張りますよ。ええ、頑張りますとも。いよいよ逃げ場がなくなったかな。こうなったら前に進むしか。友達にメールを打っていたんです。ええ、ともみったらひどいんですよ。お互い抜け駆けはやめようって約束していたのに、それが卒業したらさっさと結婚しちゃって、最近はのろけ話ばっかりなんです。プロデューサーさん、ひょっとして友達がいないんじゃ。そうですよね。考えてみればナムコプロは女の子ばかりの職場ですし、プロデューサーさんが心を許せる友達っていませんよね。ごめんなさい、今まで気づかなくって。ずっと寂しかったですよね。お仕事抜きでも私を認めてくれてるってことですよね。なんだかとっても嬉しいです。私もプロデューサーさんともっと仲良くなりたいです。
デューサーじゃないですか。最初はただ散歩してたんですけど、ボランティア活動をしてる子どもたちに出会って、で気づいたら私もお手伝いしちゃってました。いやー少し疲れました。花壇を整えたりとか園内のお掃除です。子どもたちは休む間もなく介護施設で演劇をするそうです。さっきの子どもたちみんな純粋無垢で、私すっかり心が洗われました。そういうのは一切ありませんでした。テレビで時々お姉ちゃん見てるよ、応援してるねぐらいです。それにしても思いもかけなかったことですが、すごく気持ちのいい汗をかきました。あの子供たちのひたむきな気持ちが街の片隅からどこまでも広がっていけばいいのにって思います。私もアイドル業という形でみんな笑顔で過ごせる世界を築く助けを少しでもしたいです。本当にって嫌だな、私ったら柄にもなく何を語っちゃってるんでしょうね。プロデューサー、私そこまでおかしなこと言っちゃいましたか。見ると私もさっきこんな風に子供たちの頭を撫でてあげてましたね。期待してますよ。
教えてくださいね。それじゃよろしくお願いします。ちゃんとできてますよね。任せます。見てくださいね。了解です。こっちかな。こんな感じに。どうですか。イエイ。見てくださいね。すごくわかりやすいです。参考になるな。本当にありがとうございました。そのつもりです。